月の南極付近はどうなっている？ようこそ、ナビゲーターのルカです。宇宙船を月面に軟着陸させるという偉業を達成した国は、これまでにアメリカ、ロシア、中国の3カ国だけ。我こそ4カ国目となるぞとばかりに、各国が競争する中で、見事にその地位を勝ち取ったのがインドです。近年、宇宙技術において目覚ましいほどの成長を遂げるインド。インドは、2008年に単独で月面に探査機を送り、世界を驚かせました。それだけでもインドは宇宙開発競争において今や優位の立場に立ったのですが、チャンドラヤーン3号のミッションによって他の宇宙大国よりも一歩先に進むことになりました。なんと2023年に打ち上げられたチャンドラヤーン3号は、 NASA が長らく見つけることができなかったものをついに発見。この新しい発見は月に対する人類の考え方をまるきり変えるものでした。一体その発見とは何だったのでしょうか。今回はチャンドラヤーン3号の発見の数々をご紹介します。チャンドラヤーン3号の成功。チャンドラヤーン3号の打ち上げは宇宙開発をする者たちにとっての挑戦でした。この月探査機は南極付近に降り立つことを目指していました。月の南極地域には今熱い視線が送られています。なぜなら将来の宇宙ステーションを支える可能性のある水として利用できる氷が存在すると言われているから。そのため世界各国の宇宙機関や民間の宇宙企業にとって関心の高いものとなっているのです。しかし月の南極地域を探索しようとして着陸することは NASA でさえ躊躇したことでした。ところが2023年8月23日、インドのチャンドラヤーン3号はそれを見事に成功させました。世界中の人々は月の最南端にチャンドラヤーン3号のランダーローバーが降りる様子を見守り、安全に完了したのを見て安堵しました。同時に大変な興奮も覚えました。2つの宇宙探査機は月面に安全に着陸したのです。この着陸は技術的に優れた成果でした。というのも、南極は切り立った岩が多く、平野が少なく険しいところです。ですので、無線通信を直接行うことはできません。信号通信は 1.5 秒かかるため、手動でチャンドラヤーン3号を地表に操縦するのは不可能です。そこで、インド宇宙研究機関は、その探査機に革新的な自動着陸システムを搭載。探査機にカメラとインテリジェントナビゲーションを組み込んで、接近時に地形をスキャンしました。そして地上の状況を分析し、必要な飛行経路の修正を行って優雅に地表に降り立たせることにしました。これには非常に高度な技術力がいります。そのためチャンドラヤーン3号の基盤となった技術力も国際的に称賛されました。これによりインドは地球上で月面に宇宙船を着陸させた4番目の国となり、しかも南極地域を探索する最初の国になったのです。もちろんこの前にも南極付近を目指した国はありました。ロシアはわずか3日前にチャンドラヤーン3号と同じく南極に着陸しようとしています。このロシアのルナ25号はインド宇宙機関のミッションと同様に成功するだろうと期待されていました。ところがプローブとの通信を失ったことで着陸操作を始める前に月に墜落してしまいました。そのプローブにはおよそ1億5000万ドルの予算がかかっていました。もちろん相当の努力も込められています。それでも失敗は失敗。モスクワの担当者たちはルナ25号が月に墜落してしまうのを無力に見守るばかり。ロシアが国際宇宙競争に復帰するための機会だったばかりにショックは深刻なものでした。しかも泣きっ面に蜂。そのたった3日後、ルナ25号に携わったロシアの科学者たちはチャンドラヤーン3号の功績を知ることになったのです。チャンドラヤーン3号を構成しているのは着陸船ビクラムと探査車プラギャン。ミッションを成功に導いたのはこのビクラムとプラギャンの活躍のおかげです。小型のローバーであるプラギャンはランダーであるビクラムを降りると塵の舞う月面を周回しバッテリーを充電。着陸船ビクラムは太陽電池で発電した電力で駆動し、放射性同位体を用いたヒーターユニットで温度制御しながら世界初の宇宙科学ミッションを行います。
プラギャンは小規模の探査旅行用に作られたため、地球から遠隔操作すると厳しい地形を越えて航行することができます。そんなビクラムとプラギャンの使命は南極を探査すること。そこで最初にオービターへ無線で連絡し、それからデータを地球に送ります。月に降り立ってから数日後、ビクラムとプラギャンは世界をさらに驚かせる写真と動画映像を送りました。ビクラムとプラギャンは月で何を見つけたのでしょうか。一緒に見ていきましょう。プラギャンとビクラムの最初の発見。ランダービクラムとローバープラギャンはレーザーを含む1ダース以上の化学機器を装備しています。この化学機器を使えば現地で岩を調査し、水や氷を検出し、元素と気体を測定することができます。月の内部地震を記録するため、ローバーには月の地震計も搭載されています。そんなビクラムとプラギャンが地球に送ったデータの一つは月の温度。測定した温度は月の南極周辺がどれほど寒いかを初めて示すものです。こうした気象測定は月の南極研究に大いに役立つはず。インドのミッション以前から南極には月面最大の水の堆積物があると考えられていました。水や氷の堆積物があるということは、飲み水に加えて月の車両やロケットの燃料の元があるということ。つまりこの地域について十分な情報を得られれば、将来もし月を植民地化する場合に他の国よりも多くの資源を得ることができるのです。ランダーのビクラムに搭載された気象観測機器は超微細なセンサーが働いて、すべての気象条件を記録し、月の南極から正確な気象データを初めて提供しました。月の南極は非常に寒いため、これまで正確な気象データを得ることはできていませんでした。月の南極付近は地球の南極のように氷で覆われてはいないものの、技術装備にとってこの環境は過酷です。多くの課題に耐えなければなりません。そのためこれが人類初の挑戦だったのです。ローバーのプラギャンとランダーのビクラムも最初に走行できたのはわずか10日だけ。その後14日間は冷たい月の夜を走る一方で、月の昼間の間にも走りました。こうして24時間体制でミッションにかかり、これが14日間続くことになりました。デコボコした月の表面をビクラムとプラギャンはどのようにして走ったのでしょうか。プラギャンは太陽電池を充電して出発進行していました。ロッカーボギーと呼ばれる独自の車輪メカニズムを使えば、従来よりも安全に月の土壌を航行することができます。このメカニズムでは全ての車輪が一度に動作するのではなく、ローバーが高低差を補正してクレーターを避ける仕組みになっていました。柔軟性があるメカニズムですね。地表下で収穫された最初のデータでは、地上と地表下に大きな温度差があることが示されました。月の温度が極端に変動することはすでに知られていることでした。大気のバランスが悪いため、太陽の光が直接届く昼間は110度に達する一方で、夜にはマイナス170度まで下がります。昼と夜の間で温度が280度も違うのです。このことからも考えられる通り、月で最も注目すべきことは熱放射の持続時間。月の昼と夜はそれぞれ14日間ありますから、14日間は地域ごとに120度まで暑くなります。そして次の14日間は地球の寒さの記録を上回るほどの暗闇と氷点下の温度が続くのです。ちなみに地球の表面で記録された最も寒い温度は1983年7月にソビエトのボストーク基地で記録されたマイナス 89.2 度。とても耐えられない気温であるのに、月の夜の環境はもっと耐えられなさそうですね。2010年8月には東南極高原の尾根で気温がマイナス 93.2 度まで下がり、 NASA が史上最低気温を記録したと発表しました。しかしビクラムが測定した記録はその気温をはるかに下回るものでした。月の最低気温は地球の最低気温よりもかなり低いのです。水と氷の体積に関する仮定と測定結果も少なくとも南極に関しては誤っているかもしれません。月の植民地計画を立てるならば、計画を大きく変えなければならないような発見がありました。月の温度は極端に変わるものの、
表面で温度を安定させるには高温すぎることが分かったのです。真空状態の宇宙では水は液体の状態を経ずに直接固体から気体に移行します。そのためマイナス160度以下に温度を下げる必要があります。チャンドラヤーンで測定されたデータでは最も深い層でも温度はマイナス10度以上となりました。このことから月の南極の表面に安定した氷が存在する可能性は低いという結果になりそうです。しかし地表の下であれば氷が存在する可能性はあります。なぜなら地下の中でも深さによって温度の変化が大きいから。このことが意味しているのは月の地面が優れた断熱材として機能していること。そして月のレゴリスは地下にある水や氷を星の中心部の沸騰温度から守ることができるということです。つまり土が天然の断熱材として機能する可能性が高くなるのです。そのため NASA やスペース X が月に住居を建てるとしたら地下や半地下に建てる方が合理的でしょう。プラギャンとビクラムによるもう一つの重要な発見、それは硫黄の検出と測定です。プラギャンはレーダー検出器を月のレゴリスに向け、アルミニウム、カルシウム、鉄、クロム、チタン、マンガン、そして酸素などの元素を検出しました。ここまでは予想通りの結果でした。ところが、予想に反した発見が異様です。実は、1970年代には月に硫黄が存在するという仮説が立てられていました。しかし研究者たちは、硫黄が鉱物に結合して存在していると考えていました。プラギャンは実際に硫黄が月の表面に存在していることを証明したのです。これは紛れもない大発見。なぜなら硫黄は月の形成に関する科学的な理論を裏付ける可能性があるから。科学者たちは月の表面はもっと厚い層で覆われていると考えていました。プラギャンの発見はその証拠となる可能性があります。また硫黄は作物を育てる可能性を高めています。この元素は植物の優れた肥料となるからです。それだけではありません。これ以外の発見によってもチャンドラヤーン3号は科学の常識を変えるかもしれないのです。それは地震計による計測。チャンドラヤーン3号は小さな地震を記録しました。わずか4秒ほどしか続かなかった地震の原因は隕石だと思われます。記録について異常だったのは地震の余韻。研究者たちは以前に記録した非常に似ているデータを持っていました。1970年代に行われたアポロミッションのロケットの部品による衝撃の後、月が非常に長い時間、奇妙に反響したのです。このことから月の内部は空洞かもしれないという仮説が立っていました。そしてプラギャンとビクラムがした驚きの発見の最後は、月の密度と温度の測定です。ビクラムは月を包む電気的に電離したプラズマの分厚い 100km の層においてイオンと電子のまばらな混合を報告。プラズマの初期の測定では立方メートルあたり500万から300万の電子がありました。地球には立方センチメートルあたり100万の電子があるので、地球と比較すると低い数値ですね。これは喜ばしい報告でした。なぜなら電子の密度が小さいほどそこを通る無線信号が容易になるためです。そのため月からの無線信号は地球よりも早く伝わる可能性があります。この測定の後、月には夜が訪れました。月が眠れば2つのプローブはこの間マイナス100度以下の温度に耐えなければなりません。夜が明ければ自動的に再起動する予定だったものの、残念ながら今のところプローブは夜を越せずに凍えてしまい、その後も応答することはありませんでした。いかがでしたか？今回はチャンドラヤーン3号の活躍に関する内容でした。月の南極付近の秘密を世界で初めて明らかにしたチャンドラヤーン3号。その終わりは寂しいものでしたが、月の南極付近への冒険の第一歩を踏み出してくれたことで、その後を続く月探査機がどんどん現れてくるでしょう。月探査のミッションはこれからも続いていくのです。ノアの箱舟は実際に起きた出来事だった。ようこそ、ナビゲーターのルカです。人類にとって恐ろしい自然災害、その一つが大洪水でしょう。
人々の生活空間を一瞬にして飲み込んでしまう大洪水は昔から恐れられてきたものでした。故に古来、数々の伝承や神話でも大洪水はたびたび語られています。旧約聖書に記されているノアの箱舟はその代表格と言えるでしょう。ノアの箱舟は単なる物語として読まれがちですが、実は近年、実際の出来事だったという説が有力視されています。ノアの箱舟史実説を裏付ける証拠が出たのでしょうか。もしその証拠が出たならば、大洪水で発生した大量の水はどこに消えたのでしょうか。今回はノアの物語が本当だったことを示す数々の証拠をご紹介します。ノアの箱舟の物語。まずはじめにノアの箱舟のストーリーについてご紹介しましょう。ノアの箱舟は旧約聖書の聖典の一つ、創世記に登場する物語です。その内容は次の通りです。昔々、人間は地上に増えて繁栄しましたが、堕落した生活を送っていました。神はそれを見て心を痛め、人間を含む地上に生息している生物すべてを滅ぼすことにします。ただし、正しい心を持つノアとその家族だけは救おうとして、彼にだけはご自身の計画を告げ、大きな船を作るように命じました。さらにその船にはノアと彼の家族、そして動物のつがいを一組ずつ乗せるように指示しました。ノアが作った箱舟はゴフェルの木で作られ、3階建てで中にはいくつもの部屋がありました。ノアは船を完成させると、指示された通りに家族と動物を乗せました。神はそれを確認すると大洪水を引き起こします。洪水は40日もの間続き、地上の生物はことごとく滅びました。大量の水は150日間も地上で流れ続け、その後箱舟はアララト山の上に止まりました。水が引くとノアたちは箱舟から降りることを許可され、そこで新たな生活を始めました。このようにノアの箱舟は神が引き起こした大洪水にまつわる物語です。ノアとその家族、動物のつがい以外の生物はことごとく滅ぼされてしまうという、とても現実とは思えない内容が描かれています。そのため一般的には、堕落した生活をやめ、正しい心を持って生きよという教訓を伝える説話だとして受け止められています。しかし一部の研究者たちは、大洪水は実話であり、ノアの箱舟も実在していたのではないかと考えています。彼らがそのように考える理由の一つは、ノアの箱舟と似た大洪水の伝説が世界各地に残されていること。例えばメソポタミアのシュメール神話では、洪水神エンキが洪水を起こして人間を滅ぼすと予言しました。ギルガメシュ叙事詩では、エアがウトナピシュティムに対して大洪水の警告と造船の指示をしています。さらにヒンドゥー教では、ビシュヌが魚の姿に化身したマツヤガマヌ王に対して、大洪水が起こるから船を作って7人の賢者と全ての種子を乗せるように命じました。マヌ王は命じられた通りに行動し、ヒマラヤの山頂について人類の始祖になったといいます。ギリシャ神話にも洪水のエピソードがありますが、そのストーリーは旧約聖書のノアとそっくりです。その内容では、ゼウスが人間の信仰心が薄くなり、堕落した生活を送っていることに怒り、大洪水を起こして人間を滅ぼそうとしました。人類に火をもたらしたプロメテウス神は、息子のデウカリオンを助けようと箱舟を作って、妻のピュラーと一緒に逃れるように忠告しました。そこでデウカリオンは箱舟を作って食料などを積み込み、ピュラーと一緒に乗り込みます。するとゼウスが大雨を降らせました。地上はみるみるうちに大洪水に飲み込まれ、山に逃れたわずかな人たち以外、人類は皆滅んでしまいました。デウカリオンとピュラーは水が引くまで9日9夜漂い続けた末、ギリシャ中部にあるパルナソス山に流れ着き、そこから再び地上に降りることができました。箱舟から降りた夫婦がゼウス神に感謝の犠牲を捧げると、ゼウス神が彼らの希望を何でも叶えてくれると約束します。そこでデウカリオンは、もう一度人類を誕生させてほしいとお願いしました。もちろんゼウスはデウカリオンの願いを叶えます。
デウカリオンが石を頭越しに後ろに投げると男たちが生まれ、ピュラーが石を投げると女性たちが生まれたということです。このように世界各地に残されている大洪水の伝説、これほどの数が残っているのが不思議なほどです。このことから、かつて地上のすべての生物を滅ぼすような洪水が本当に起こっていたのではないかと考えられているのです。とはいえ、同じような話が世界各地に残っているからといってノアの箱舟は事実だったということにはなりません。何か考古学的な証拠はないのでしょうか。もちろん有名なノアの箱舟については考古学的な調査も積極的に行われています。その結果、驚くべきことにノアの箱舟があったと思われるような物的証拠が見つかりました。その物的証拠とは一体どのようなものでしょうか。気になるその証拠を次に見ていきましょう。ノアの箱舟が実在していた物的証拠。ノアの箱舟が実在していた物的証拠、それはトルコにあるドゥルピナール地層です。1959年に発見されました。ドゥルピナール遺跡と呼ばれるこの地層の地形はまさしくノアの箱舟そっくり。そしてこの地形はトルコ最高峰のアララト山に存在しています。アララト山とはもちろん旧約聖書でノアの箱舟がたどり着いたとされている山。このドゥルピナール遺跡についてアメリカの麻酔看護師で考古学者のロン・ワイアット氏による長年の研究からいくつもの驚きの事実が明らかになりました。一つ目は、自然に形成された地形とは考えにくい印があること。左右対称の形をしているだけではなく、甲板に備え付けられた柱の跡が等間隔に並んでいるのです。地形の中には木材も入っていました。二つ目は、この地形の大きさです。長さ309ビット、幅59ビット、高さ30キュービット。1キュービットは50センチ弱と言われています。これは旧約聖書に記されているノアの箱舟のサイズと全く同じです。このことから研究チームは、この地形がノアの箱舟の遺跡であると結論付けました。その確率は 99.9%。かなり自信があるようですね。さらに別の研究チームが2014年と2019年にノアの箱舟スキャンという研究を行いました。地中レーダーで調査した結果、発見されたのは地下2メートルから6メートルに平行な構造や角張った構造。4年後の2023年にはドゥルピナール地層からおよそ5000年前に残されたあるものが発見されました。紀元前5500年頃から紀元前3000年頃のものでしょう。この時期は旧約聖書によれば大洪水が起こったとされる5000年前という年代と一致します。そしてそこに残されていたあるものとは、人間が生活していた痕跡です。その痕跡とは海産物。周辺では見られない海洋物質や粘土質の物資もありました。プロジェクトの責任者アンドリュー・ジョーンズ氏は地中レーダー調査のデータについて、この場所が単なる硬い岩の塊であったり、泥流によるランダムな破片の集積であったりした場合に期待されるものではありません。しかしこれらの結果は、これが聖書のノアの箱舟の条件に合致した人工の船であれば期待できるものですと、アメリカ版ザ・サン紙の取材に語っています。このように近年いくつも発見されているノアの箱舟が実在していたことを示唆するような痕跡、それでも大洪水伝説は史実ではないという否定的な意見もまだ多くあります。彼らが主張するのは、地球上のすべての生物を滅ぼすような大洪水が起こったという痕跡が地質学的に認められていないこと。仮にかつて地上で大洪水が起こったとしましょう。しかしその大量の水は一体どこから来てどこに消えたのでしょうか。その直接的な答えとなるような資料はありません。そのため洪水伝説は局所的な洪水を世界規模に誇張したものだという説や、信仰を強めるための終末論であるという説が出てきています。ところが大洪水に否定的なこの説も説得力を失ってしまうかもしれません。近年の研究によって大量の水が地上にあふれた理由や、その水の行方が明らかになろうとしているのです。果たして
新たな研究が示唆しようとしているものは、次に見ていきましょう。40日間降り続けた雨。世界各地に残された大洪水伝説。この伝説が史実だとすれば、地球上の生物を滅ぼしてしまうほどの大量の水はどこから来たのでしょうか。旧約聖書によれば、ノアが箱舟を完成させて家族や動物を乗せたのを確認すると、神はその後40日間にわたって雨を降らせました。40日間というのは長い降雨記録に思われるかもしれませんが、実はそこまで非現実的な日数ではありません。日本の宮城県でも2017年に36日間という降雨連続日数が記録されました。世界には300日以上雨が降り続いた地域もあります。むしろこちらの方が非現実的であるため、ノアの箱舟における40日間という数字は現実的に見えてきます。そうなると、本当に雨が原因で大洪水が起こった可能性があるようですね。ただ、ここで残る疑問はその降水量。ノアの箱舟では地球上の山々が水没したということです。宮城県では36日間にわたって雨が降り続けましたが、さすがに富士山は水没しませんでしたよね。ところがなんと、雨が40日間降り続いて山々が水没したという2つの事象が同時に生じるという驚愕の仮説が提唱されました。仮説のヒントは宇宙にありました。宇宙に存在しているとされる彗星、天体 M はおよそ3000年の周期で地球に近づいてきます。彗星はほとんどが氷で構成されていますが、地球の軌道に接近するにつれて氷は溶けて水になっていきます。そしてある距離まで地球に近づくと、大きな音とともに大量の水を降らせるのだとか。その水の量は実に600ケートン。耳を疑うような降水量ですね。近年、地球上に降った雨は年間で平均500兆トン程度でした。ですから、天体 M が地球に降らせる雨の量は年間降水量の1万倍にも上るのです。では、なぜこれほどの雨が降ったのでしょうか。地球の自転軸が同時期にずれたことにより、その大量の水が大きく移動した可能性が考えられています。自転軸がずれた理由として挙げられるのは、隕石の衝突。もちろん、隕石の他にも地球に接近し、衝突した小惑星はあったかもしれません。でも、隕石の衝突説は実際にあり得るような考え方です。恐竜が絶滅した要因の一つとしても挙げられていますよね。洪水伝説が事実だったとすれば、人類の歴史にも大量絶滅が関わっていたのかもしれません。そんな歴史は学校で教わっていないという方もいるでしょうが、それを証明するような根拠が世界各地で見つかっています。次に、奇妙な証拠の数々を見ていきましょう。人類史に大量絶滅が関わっていた証拠。大洪水が史実である証拠。それが、世界各地で発見されている奇妙な化石です。魚の化石はその一つ。小魚が胃の中に消化される前の状態で残っているものや、小魚を飲み込む瞬間のものなど、何らかの原因で急激に化石化する状況に置かれた魚の化石がいくつも発見されています。他にも、ある生物は生息していた地域から離れた場所で化石化していました。大河を渡っているところの野生動物の群れが氷に閉じ込められている場所もあります。他に見つかっているのは、クラゲやトンボの羽といった柔らかく分解されやすい生物の化石。化石化して地層に埋まっている土木も世界各地で見つかっています。一般的に地層は何億年という長い年月をかけて形成されてきました。しかし定説では、大木が腐ることなく直立して化石化しているということは説明がつかないことだと言います。こうした化石が物語っているように感じられるのは地球の環境が一瞬にして変化したこと。太古の昔に一瞬で命を落とすほどの急激な環境変化が起こったのでしょうか。偶然にもその証拠が残っています。地球で急激な環境変化があったことを示す地形があるのだとか。その地形こそアメリカ・アリゾナ州北部に位置するグランドキャニオン。長さ446キロメートル、幅は最大で30キロメートルもあり、
渓谷は最も深い場所で2キロメートル近くになります。あれ、グランドキャニオンはコロラド川のゆっくりした水の流れによってかなり長い年月をかけて形成された巨大な渓谷ではなかったの？地理に詳しい方ならきっとそう不思議に思われるでしょう。でも一般的な見解とは全く異なる説を唱える地質学者たちもいます。彼らの見解ではグランドキャニオンは長い年月をかけて浸食されたのではなく、信じられないような環境の大激変によってできた地形なのだとか。しかもその大激変は川のゆったりした流れではなく、大洪水のような激しい水の動きによるものなのだそう。グランドキャニオンが大洪水によって形成されたのであれば、アンデス山脈やヒマラヤ山脈、アルプス山脈など世界にそびえる山脈も同様に形成された可能性があるそうです。この環境の変化こそ洪水伝説の原型となった事実なのでしょう。それでもグランドキャニオンは箱舟とは関係ないと思う方もいるでしょう。そんな方はグランドキャニオンをよく見てみてください。大規模な地層が多く確認できるでしょう。もしこれらの地層が長い年月をかけて堆積されたのであれば、浸食の跡が必ず残り、地層は水平にはなりません。しかしグランドキャニオンはぴったりと隙間なく水平に堆積しています。この事実が示唆していることは、これらの地層が長い時間をかけて徐々に堆積したのではなく、一度の激変によって短期間で生じたこと。つまり大規模な洪水があったから、大規模で水平な地層と化石が生まれたということなのです。ではこれらの大量の水はどこへ消えたのでしょうか。山々を作り出しては水没させるほどの大量の水はそう簡単には消えないように思われます。近年行われた研究の結果が驚くべき事実を明らかにしました。大量の水の行方。今日の記録で人の手によって掘られた中で最も深い穴は深度が地下 12,261 メートルにもなります。どれくらい深いのかというと、富士山が縦に3つ入るほど。世界で最も深いこの穴はロシア北西部に位置するコラ半島にあります。旧ソビエト連邦だった頃の1970年、地下調査を目的として掘削が行われました。せっせと掘り続けた末、2年後の1972年には最深部に達しました。最深部に達した旧ソ連が目にしたものは大量の水。当時の考えでは、地下には岩石でできたマントルとコアが存在するはず。そのため大量の水の発見は当時の常識を覆すものでした。そしてこの発見は、旧約聖書に登場するノアの箱舟と大洪水が事実であった証拠であるとして話題になったのです。でも大量の水を発見したからといって、そのままノアの箱舟の証拠になるでしょうか。そんな風に疑う人々に向けて、近年の研究がまたその裏付けとなる報告を2つ寄せました。一つ目は、地球のコアは古代の海底に包まれているということ。この研究結果を報告した研究チームは、地表から 2000km 地点にあるコアとマントルの境界を調査していました。この境界は岩石で構成されているマントルから融解した鉄で構成されているコアに変化する地点。この境界はかなりの高温と高圧にさらされているので、調査するのは火星に行くよりも難しいと例えられています。そこで研究チームが取った研究手法は、地下の地震データを測定すること。その結果、マントルとコアの境界では地震波が異常に遅い領域、超低速度帯があることが分かりました。超低速度帯は広範囲に広がっていました。さらにモデリングを行って分析したところ、この領域は古代の海底が地中に沈み込んだことにより形成された可能性が高いということでした。プレート同士の衝突による沈み込みと同様、古代の海底も地中に引き込まれたことで形成されたのでしょう。しかし地球に大激変が起こっていたならば、古代の海底が大量の水と一緒に地球の奥深くまで沈んでいった可能性もありそうです。そこで裏付けの2つ目、それが地球のコアは水の結晶で包まれているということ。この研究も1つ目として紹介した研究と同じく、マントルとコアの境界について調査した研究でした。
その研究結果は、コアの外縁部が地球内部に入り込んだ水の影響で変化した結晶で覆われている可能性があるというもの。この結晶は岩石と水が反応して生成される岩水鉱物で、海洋プレートが沈み込んでいく場所で地殻が温度と圧力の影響を受けて生成されると考えられています。つまり大量の水は液体としてだけではなく結晶として地球内部に取り込まれていった可能性があります。2014年に行われた研究によれば、地下640メートル付近に蓄積されていた含有鉱物は海水の3倍にも及ぶ水分を含んでいる可能性があるのだとか。でもコアを包み込む結晶を作るほどの水が地球内部の深いところまで届くのでしょうか。しかし地球環境を一変させるような事象が起こり、地上の生物を全て滅ぼすような大洪水が発生していたならば、にわかには信じがたいことも現実に起こりうるのかもしれません。大洪水を引き起こした大量の水は今も地球の地下深くでコアを包み込んでいる可能性があります。旧約聖書をはじめ世界各地の神話や伝承で語り継がれる大洪水伝説、その真偽はいかに。今も世界中の研究者たちが真相の追求を続けています。その答えが明らかになるまで、洪水伝説は読者たちを魅了し続けていくのでしょう。古代文明発祥の地エジプトで続々と発掘される遺物、専門家たちも驚愕する大発見の数々。ようこそ、ナビゲーターのルカです。皆さんはエジプトと聞いて一番初めに思い浮かべるものは何ですか？ピラミッドやスフィンクスなど古代遺跡が頭に浮かんだ人が多いかと思われます。エジプトは古代文明の発祥の地とも言われており、誰でも知っているレベルの古代遺跡がわんさか出ていることで有名ですよね。近年では観光業にも力を入れており、その一環として遺物の発掘作業もさらに盛んになっています。そのおかげもあってか、現在エジプトは発掘ラッシュなのです。歴史的にも科学的にも重要な遺物が多数あるエジプト。今回はそんなエジプトで発見された遺物の中でも特に専門家たちが驚いた大発見を中心にご紹介します。歴史的発見となった古代都市の発見。2023年、ある考古学チームが歴史的発見をしました。場所はカイロ南に位置する古代都市ルクソール。ルクソールはナイル川を挟んで太陽が昇る聖者の町東岸と、太陽が沈む死者の町西岸に分かれており、東岸には神々を祀る神殿、西岸には墳墓が作られていました。今回新たな発見があったのは東岸側で、見つかったのは紀元 2,3 世紀頃の古代ローマ時代の住宅地。しかもそれはほぼ完全な姿で発掘されたのです。ここはルクソール東岸で最古の最も重要な都市だったとみられ、住宅地だけでなく金属作業場も現存しており、伝書鳩を飼育するための2つの塔の遺跡も残っていました。金属作業場では壺や道具、青銅や銅でできたローマ硬貨なども大量に出土したそうです。聖者の町である東岸はエジプト最大規模の神殿群の遺跡があることでも知られており、有名なルクソール神殿やカルナック神殿などを有しています。数多くの古代遺跡が発掘されるエジプトですが、それらは神殿や墓の類が多いそうで、今回のように一般市民の暮らしぶりがうかがい知れる出土は珍しいといいます。何千年もの時を超えて当時の人々の日常が遺跡から垣間見えるなんて心が躍りますね。実はこの歴史的発見の数日後、サッカラ遺跡では4300年前のものとみられるミイラが発掘されました。サッカラは3000年にわたり墓地として使用されてきた地域で、有名なジュセル王の階段ピラミッドをはじめ数十基のピラミッドを有しています。今回見つかったものが特別視されたのは、なんとミイラが金箔で覆われていたから。しかもそのミイラが入れられた石棺は今まで一度も開けられた痕跡がなかったそうです。発見されたのは階段ピラミッドにほど近い深さ15メートルの立ち杭の底でした。
そのミイラはヘカシェペスという人物だとされていますが、驚くべきことにこのミイラ以外にも王宮の秘密の番人と称される宮殿の神官メリの墓や司祭、調査官、貴族顧問だったクヌムジェデフの墓、裁判官であり作家だったフェテクの墓、さらには数多くの神像、お守り、生活用具、石器、陶器などの工芸品も多数出土したそうです。これらの遺物はすべて紀元前25世紀から22世紀頃のものだと考えられ、これらを発掘したチームの考古学者アリアブ・デシシュ氏は、この発見は王と彼らの周りに住む人々を結びつけるものとして非常に重要であると、この発見の重要性について強く主張しました。実は2021年にはナイル川の西岸死者の町でも過去最大規模の古代都市が発見されました。アテンの城鐘と名付けられたこの都市は、紀元前1391年から1353年にかけてエジプトを支配していた古代エジプトをアメンホテプ4世時代のものとされています。発見したチームのリーダーである考古学者ザヒ・ハワス氏曰く、この都市は行政や産業に関わる居住地としてはエジプト王国の時代で最大規模だとのことで、これは1922年にツタンカーメン王の墓が発見されて以降、最大の100年に一度の考古学的発見と言われることとなりました。古代都市が丸ごと発見されたこの発掘、街路を挟んで立つ家々は高さ最大3メートルの壁が損傷せずに現存し、各部屋は日常の生活用品であふれ、古代人がつい昨日までそこで暮らしていたような、そんな雰囲気が漂っていたといいます。出土品の数も膨大で、指輪をはじめとする装飾品や呉服や、それを作るための鋳型、彩色陶器やワインピッチャー、10キログラムほどの乾燥もしくはボイルされた牛肉が入った容器、布を織ったり金属やガラスを作成するための道具など、多岐にわたる遺物がザクザク出てきたそうです。この都市を治めていたアメンホテプ4世は、大胆な宗教改革をしたファラオとしても有名です。エジプト古来の多神教から太陽神アテンを信仰する一神教へ改宗、自身も改名し首都を現代のアマルナへ移しました。しかし彼の死後、エジプトは元の多神教へ回帰したため、後継者たちは彼の功績を歴史から消し去ろうとしたそうで、多くのことが謎に包まれています。この失われた都市の発見は、最も王国が繁栄していた時代の人々の生活に触れられるだけでなく、アメンホテプ4世はなぜ首都をアマルナに移す決断をしたのかという歴史上最大級の謎の解明にも役立つのではと、世界中から関心が寄せられているのです。世界で有名なファラオたちに関する発見。先ほど話に出たアメンホテプ4世の妻ネフェルティティ王妃、美がやってきたを意味する名の通り、美しい容姿で広く知られている有名な古代王妃です。しかし実のところ、その生涯は謎に包まれています。エジプト王室の無名の両親に育てられたようですが、いつ生まれいつ亡くなったのかすら分かっていません。もともとは夫の宗教改革と女性としての美貌にのみ焦点が当てられ、脇役として扱われていたネフェルティティ王妃ですが、近年ではツタンカーメン王が彼女を古代エジプトで最も強力な女性の一人だと評価し、王である夫の死後も彼女が女王として引き継げるよう支援したと言われています。そんな美と実力の両方を兼ね備えていたネフェルティティ王妃の胸像が発掘されたのは1912年12月6日アマルナ遺跡でのこと。宮廷彫刻家の工房跡で発掘された、それは3000年前に作られたとは思えないほど極めて保存状態が良く、その比類ないほどの姿に世界中が驚きました。胸像を発見した考古学者ルートヴィフィ・ボルヒャルト氏は、つい最近色が塗られたばかりのような鮮やかさ、見事な細工、言葉では言い表すことができない、実際に自分の目で確かめるしかないと、その衝撃を日記に綴っています。美しい骨格、ほっそりと長い首、生命力を感じるその表情は、長年にわたるファラオの彫刻と絵画の技術を裏付けており、
美とエジプト芸術の象徴となりました。芸術作品といえば、1922年、ツタンカーメン王の墓で見つかった世界最古の2本のトランペットも有名です。綺麗な装飾が施されており、古代では儀式で使用されていたと考えられています。しかし、ツタンカーメン王の墓は曰くつきで、ファラオの呪いとも呼ばれ、これらのトランペットも、その音色は戦争を引き起こす力がある。そんな伝説があることでも知られています。金属加工された管楽器としては最古のものと言われ、マウスピースも現在の金管楽器とほぼ同じ仕様なのだとか。古代文明の卓越した技術は建築関連だけでなく、今日でも使われている楽器の製造技術の礎にもなっています。今世紀最大の発見、地下トンネルの謎。次に紹介するのは、古代エジプトの神殿遺跡の地下から2022年に発見された長さ1305メートルの地下トンネルについてです。そのトンネルは深さ13メートルの地下にあり、建築設計の専門家はこの発見について工学的な奇跡と評しました。この時発掘されたのは、トンネルの他に3つの聖域を持つ巨大な宗教施設、聖なる泉、1500点以上の遺品、胸像、彫像、黄金の断片、王や女王らが描かれた大量の硬貨など数多くありましたが、その中でも最も注目を浴びたのが、地中海と沈んだ構造物につながる入り組んだトンネル群だったというわけです。ではなぜこのトンネルがそこまで注目を浴びたのか。それはまだ見つかっていない女王クレオパトラの墓への第一歩につながると考えられたからです。世界三大美女の一人と言われるクレオパトラ、しかし彼女の墓の場所は未だに謎に包まれており、今回の発掘はその謎に近づくための突破口になるかもしれないというのです。このトンネルを発掘したチームの考古学者キャスリーン・マルティネス氏は、長年クレオパトラの墓を追い求めてきた学者です。今後はこの地下にある構造物の調査に当たるといいます。すべては失われたエジプト女王の墓のため。このトンネル群をたどった先にクレオパトラの墓があれば、今回の件は今世紀最大の重要な発見の一つになることは間違いないでしょう。2022年の大発見2連発。2022年にはナイル川沿いのエスナ市内に現存する古代神殿から大量の金銀財宝が発掘されたこともありました。これらは西暦610年から約600年間にわたるイスラム時代の金貨銀貨で、歴代ファラオの名前入り銀貨やアルメニア王レボン2世時代の外貨も含まれていたそうです。当時この地域は貿易で重要な役割を果たしていたので、それだけ大量の財宝があったと考えられますが、実際に出土したのは神殿跡地。なぜこれほどまでに大量の財宝が神殿にあったかは、考古学者たちにもわからないと言います。まだまだ謎に包まれた役割が神殿にはあったということなのでしょうか。同じく2022年、スペインの発掘チームはエジプト南部アスワンにあるクベトエルハワのネクロポリス、埋葬地でエジプト最古の墓を発見しました。この墓は紀元前1830年頃のものと思われますが、驚きなのはその設置された向きです。それはかなり正確に当時の日の出方向に作られていたのです。この墓に眠っていたのは第12王朝末期、古代エジプトの首都エレファンティンという町の総督、最高位の権力者でした。暗闇に対する太陽の勝利の始まりという意味を持つ当時の太陽の光が入る位置に設置されたのは、亡くなった総督の復活と関連する重要な象徴性を持っていたと考えられます。つまり古代エジプトの人々は完璧に太陽活動周期を理解し、生活の中に取り入れていたということなのです。とある論文によると、当時のエジプトの建築家は長さ1メートルほどのポール、直角定規、数本のロープのみで礼安堂の向きや総督の像の位置を完璧に計算し、墓を設置するという神業をやってのけていたそうです。さらに別の論文によると、彼らは完璧な方向を割り出すだけにとどまらず、その容積も非常に緻密に設計し、
過去のどの墓とも重ならないよう正確に計算し尽くしていたといいます。あれだけ大きなピラミッドを作る技術もそうですが、設計段階から凄まじい技術が用いられており、ファラオの墓はまさに人類の英知の塊と言えるでしょう。数々のミイラと死者の書。2020年には首都カイロから約30キロ南に位置する砂漠の大規模遺跡サッカラ遺跡で、古代の棺が少なくとも100基、彫刻が40体発見されました。ファラオの遺体が入ったままの棺もあり、その保存状態は極めて良好だったそうです。棺の表面は細かい装飾が施され、一緒に出土した黄金のマスクや護符とともに2500年以上前に埋葬されたものとみられています。今まで見つかった棺の中でもずば抜けて保存状態が良いのは、より高貴な人々が埋葬されていた可能性があるそうで、この発見は科学者たちにとってとても重要で貴重なものとなりました。2019年、ルクソールのネクロポリス埋葬地では暴かれず手つかずの状態で保存された30基近くの色とりどりの棺が発見されました。来世での復活が明るいものであるよう、鮮やかな装飾を施された棺は3000年前に作られたとは思えないほど美しく見事だったと言われています。棺の中のミイラは成人済み男女と中流階級の子供2人と見られ、ミイラの性別は棺に描かれた手のポーズでわかるようになっているようです。また棺にはエジプトの神々や象形文字、死者の書の場面だけでなく、棺に入っている人の名前まで刻まれており、手厚く葬られたことが伝わります。手つかずの30基近い棺だけでも貴重ですが、子供のミイラというのも非常に珍しいそうで、これは世界的に見ても重要な発見となりました。2023年の大発見といえば、エジプト中部で発見された死者の書も外せないでしょう。3500年以上前の新国王時代の墓地にて、棺に入った高官と思われる人物のミイラや数万の彫像、数千個にも及ぶお守り、数えきれない食器など数多くの遺物が出土しました。その中で最も注目を浴びたのがとある巻物。死後の世界で死者を導くための呪文が書き記してある死者の書の一部を含む巻物が発見されたのです。その巻物の全長は13メートルから15メートルもあるとされ、そのほとんどの内容は非公開となっています。死者の書のコピーが見つかることはありますが、墓地の埋葬品の中に残っていることは非常に珍しいのだとか。これほど長く保存状態が良いのであれば、間違いなく素晴らしく興味深い発見だと、死者の書の専門家も太鼓判を押すこの発見。古代エジプトを知る貴重な手がかりになることでしょう。私たちにもいつかその内容が明かされる日が来るのでしょうか。このように挙げたらキリがないほどエジプトは古代遺跡の宝庫です。とはいえ、まだまだ未知な部分も多い古代文明。これからどんな発見があるのか、今我々が持っている謎はいつ解き明かされるのか、何千年にも及ぶ人類の歴史に思いを馳せるとロマンを感じられますね。今この瞬間もその謎を解き明かすべく人生をかけている人たちがいます。世紀の大発見、今のところまたその言葉が聞ける日を、私たちは首を長くして楽しみに待っていることしかできないようです。ただし多くの謎が解き明かされる日には確実に近づいていると言えるでしょう。月で何かが起こっている？ようこそ、ナビゲーターのルカです。地球とその衛星、月との関係は切っても切り離せない関係です。数十億年にわたり、月は私たちの母なる青い惑星の伴侶であり続けていました。私たちは先祖代々月をめで、神秘的な衛星の謎を解こうと努力してきました。そんな地球の衛星に関しては、これまでにも多くのことが分かってきています。過去のすべての研究プロジェクトや有人宇宙飛行による月面着陸達成の結果、地球の衛星に関するいくつかの画期的な新発見がありました。これらは私たちの月の性質と特性を
全く新しい視点から見るための資料となっています。しかし、まだ全ての謎を解明するに至っていません。これからも月の研究を続けるためには、今までどんな発見をしてきたのか、謎を解明するためには、今後どの部分を知る必要があるのか、一度立ち止まって振り返る必要があります。今回の動画では、月での信じられない現象と、人類がまだ知らない事実についてお話ししていきます。月の表面に定期的に出没するいくつかの奇妙な光現象の謎とは、過去数年間にあった驚くべき月の発見とは、皆さんも一緒にこの魅力的なトピックに立ち入ってみましょう。月の表面で輝く奇妙な光。月は昔から崇拝の対象でした。古代の人々はその光に神聖さを感じたのか、月を神秘的な天体として常に崇拝してきました。ギリシアではアルテミス、中国ではジョーガなど、月に女神がいるという神話は世界中に存在します。なぜ月を神聖なものと解釈してきたのでしょうか。その理由は単なる月という存在に対してなされてきたわけではありません。何よりもまず、地球の衛星が定期的に見せる魅力的な光景にありました。その光景とは、もちろん月の色や満ち欠けのことだけではなく、衛星の表面で見られるいくつかの神秘的な光の現象のこと。え、月で光の現象が見られる？そうなんです。人類はこれらの光の輝きを何世紀にもわたり観測してきました。月の表面に謎の光の現象が現れてから不可解な報告が1500件以上も寄せられています。その報告とは何か具体的に言うと、地球の衛星の表面で頻繁に発生する神秘的な色の変化と局所的な気候現象、1500件以上の報告のうち、科学的に関連する報告は再構築が難しくなっています。実際、多くの報告はアマチュア観察者から寄せられたもの。一部の観測は科学的な現象として取り扱うには不利な気象条件下で記録されているためです。1968年に出版された NASA テクニカルレポート R277 に報告された月の出来事の年代順カタログの教著者である天文学者のパトリック・ムーア氏は、こうした月の変化について研究し、1960年代後半に月の蝌蚪現象という用語が作られました。月の蝌蚪現象 TLP、または月の蝌蚪現象 LTP とは、月の表面の光、色、または外観の短期間の変化のこと。月の蝌蚪現象の報告は、霧の反転から月の風景の永続的な変化まで多岐にわたります。ある学者はこれらを、1、霧や他の形で覆い隠すガス状、2、赤みがかった色、3、緑、青、または紫の色、4、明るくなっている、5、暗いもの、として分類されていると説明しています。月で短期間に起こった出来事は、少なくとも1000年前から観測されています。評判の高い科学者も証人として観測していますが、月の蝌蚪現象に関するほとんどの報告は再現不可能であり、その起源を説明するための適切な対象実験が考察されていません。ほとんどの月科学者は、ガス放出や衝突してできたクレーターなどの一時的な現象が地質学的時間の経過とともに実際に発生したと考えています。ただ、このような出来事の頻度であるのかについては議論の余地があります。月の表面で生じた説明できない出来事に関しては、現代に寄せられている1500件の報告に加え、歴史的な物語も数十件残っています。すでに言及した光現象の他にも、時折眩しい光が数時間にもわたって存在する気体星雲構造が何度も記述されています。月に関して最も古く世間に知られている先行の報告の一つは、イギリスカンタベリーで5人の修道士たちが1178年に見た光景。聖ヨハネの日の前の日曜日に、三日月の角が裂け、割れ目から炎が吹き出し、火の粉、火花が飛び散った、のを目撃したことが、この時代の年代記に記録されています。当時の人々には、この現象の要因がわからず、説明不可能な謎として記憶されました。地質学者のハートゥング氏は、1976年に、
この謎の現象は月面への隕石衝突であり、その衝突でできたのが直径 22km のジョルダーノ・ブルーノクレーターだと主張しました。ジョルダーノ・ブルーノクレーターは月の裏側にあるので地球からは見えません。ただし表側に近い位置にあるので大きなクレーターを作るような大衝突なら地球からでも見えるとされています。しかし今世紀に入ってこの説への反論が出てきました。そんな大衝突が本当にあったなら、飛び散った破片が地球にも降り注ぎ、激しい流星雨が数週間は起こるはず。しかし、そんな大流星雨の記録はどこにも残っていません。日本の月観測衛星、かぐやによる観測もこの反論を後押ししました。ジョルダーノ・ブルーノクレーターからの放出物の上に重なる小さなクレーターの数などから、このクレーターができたのは100万年から1000万年前と計算されたのです。800年前の修道士たちが見たのは、このクレーターへの隕石衝突ではなかったことになります。では、彼らが見た炎は何だったのでしょうか。有力なのは、地球に向かってきた流星がたまたま月と重なって見えたという説です。このように、月の閃光の観測は、ほとんどが一般の人々が目撃したものです。ただ、月の表面で起こった光の変化は、天文学の専門家によって記録されたものもいくつかあります。それにもかかわらず、専門家たちはこの珍しい光景が生じる理由について、合理的な説明をすることが何十年もの間できていません。そのため、専門家の間では月の瞬間的な現象として片付けられています。あるいは、天文学の中でもこの大きな謎を解読するために、科学者は時折理論的な憶測に頼る必要がありました。現在では権威ある教授の月に対する野心的なプロジェクトや解読が期待されています。困難な研究。ドイツビュルツブルク大学の宇宙技術主任ハカン・カヤル博士は月の表面で見られる奇妙な現象に魅了されてきました。彼が特に関心を持っていたのは、絶えず広がる銀河のスペクタクルの真相。彼はそれを解明するために、専門家とチームを組んで大規模な研究を行いました。研究の一環として、スペインの私立観測所に望遠鏡を設置。この複雑な技術装置は、2019年4月にようやく稼働しました。少し細かいところで気になるのは、ドイツの専門家がなぜスペインを科学的観測地の拠点として置いたのでしょうか。しかもここはセビリアから60マイル離れた田舎の地域です。カヤル教授はスペインを選んだ理由について、月の観察に適した気象条件がドイツよりもその地域の方が良いからだと簡単に説明しました。さて、博士たちが光現象を調査するために使用している望遠鏡は2つの超現代的なカメラが装備されていました。ただし技術装置はスペインの本部からではなく、ドイツビュルツブルク大学のキャンパスから制御されています。望遠鏡は2つのカメラから月面にある光のスペクタクルを検出し、より詳細な調査メカニズムを開始します。その結果得られる画像はカヤル博士と研究者たちに自動転送されることになっています。望遠鏡で使用されているソフトウェアはそのプロセス中、依然として常に改良されています。プログラムは時間とともに月の閃光を独立して検出し、技術的な故障や通過する航空機や鳥などの他の現象と区別することを学ぶべきです。ただし現在、カヤル博士と仲間たちにとってスペース X のスターリンク衛星がかなりの問題を引き起こしています。科学者たちは現在、自分たちの画像を他の ESA 望遠鏡の結果と比較して誤解を排除しています。光の要因に関する科学的な仮説。スペクタクルの謎はまだ解明されていません。ですが、科学者は神秘的な現象を合理的に説明しようとして、いくつかの理論的なアプローチを試みています。今のところ異なるガスの流れの影響だとか、小さな銀河が衝突した結果だとか、静電気のスペクタクルといったいくつかの仮説が提唱されています。月の閃光を説明するのに有力な候補は、ある教授が発言したガスの流れ説です。皆さんもご存知のように、月では長い間地震活動が起こっています。これらの振動の結果、
ガスが月の内部から脱出して表面に到達。太陽の光が流出するガス形成物に当たると、それらは入射光を反射し、スペクタクルを引き起こした可能性があります。これが何世紀にもわたり人類を興奮させた月の表面で見られる光の現象の要因と言われているのです。また、少なくとも一部の月の閃光は、流星の衝突による可能性が非常に高いとも言われています。銀河の巨大な岩石は比較的頻繁に月に到達します。科学者たちは2019年1月の夜に岩石が月に衝突したのを観測しました。当時の月は完全な月食状態にありました。そこへ流星が月の外側に衝突。その結果、地球の多くの観察者が月面で光の閃光を観測したのです。火山活動も光の現象の原因となる可能性があります。これは先ほど述べた自然スペクタクルのほぼ全てが月のクレーター地域にあるという事実に裏付けられています。ここまでいろいろな仮説を見てきました。果たして真相はどうなのでしょうか。専門家たちはカヤル博士の調査を待ち望んでいます。月の表面で見られる光の現象の要因を明確にするまで、私たちはもうしばらく待つ必要があるでしょう。暴力的な岩の落下。地球の衛星で見られる光の現象は、科学者たちの関心の中心を占めています。しかし、驚異的な出来事はこれだけではありません。実際、月には何度も巨大な岩が落下しています。巨大な岩が高い月の領域から衛星の表面に定期的に落ちてくるのです。こうした重い物体が落下すると、月の表面に深い跡が残ります。しかし、研究者たちは長い間、この自然現象の正確な発生要因と頻度をまとめることができませんでした。マックス・プランク研究所とスイス連邦工科大学チューリヒ校の専門家たちが2022年に月面で驚くべき発見をしました。スタッフたちは月の自然現象の原因解明に挑戦し、見事それを達成したのです。専門家たちはまず、月面を撮影した200万枚以上の画像を分析、さらに13万5000件以上の岩の落下を徹底的に調査しました。それまで科学者たちは、岩の崩壊は主に地震活動の影響によるものだと考えていました。最近行われた研究は、実際には 80% 以上の岩の崩壊が小惑星の衝突の影響によるという画期的な発見をしています。そして、今の崩壊の直接的で短期的な影響だけでなく、小惑星の衝突の後にも地下に複雑なネットワークが形成され、岩の崩壊を引き起こす可能性があるとされています。この発見に続くさらなる調査が行われれば、将来の有人月面着陸において重要な役割を果たすことになるでしょう。月の山と暗黒側の誤解を解き明かせ。小惑星の衝突は岩の崩壊の発生においてのみ影響を与えるわけではありません。地球の衛星の地形は銀河から飛来してくる数多くの物体との衝突によって常に変化し続けてきました。衝突した時の衝撃は非常に短期間で月の表面に巨大な山を形成するほど。したがって月の山は小惑星の衝突からわずか数分で形成されたと推測されています。しかも月の中で最も高い山であるホイヘンス山は、その頂点の高さは5000メートル以上にも及びます。私たちが暮らす地球の山は何百万年もかかって形成されました。それと比べると、この事実はさらに驚くべきものですね。最後に、広く誤解されている事実を明らかにしましょう。月は常に地球に対して同じ面を向けています。そのため、地球から見えない領域は、俗に月の裏側と呼ばれています。ただし、これは非常に誤解を招く名前です。なぜなら、地球から見えない側ももちろん太陽の光で照らされているから。これはつまり、月の裏側には私たちには見えない輝く満月があるということ。さぞや美しい光景なのでしょうね。いかがでしたか？今回は謎に満ちた月の光についてお話ししました。月の表面に見られる息を呑むようなスペクタクル。私たちにはその正体が気になるところですが、科学者たちも首をかしげるほどに不可解な現象です。
もしかしたら、その真相は人類の手に届かないところ、いえ、人類の手が及んではいけないところにあるのかもしれません。それにもかかわらず、正体を知ってしまったらどうなるのでしょうか。もしも人類に隠された存在がそこに関わっているとしたら、私たちは知らない方が良いのかもしれません。光の正体について皆さんはどう思いますか？